お疲れ様です。詳しく聞かせます。視聴者の皆さんね、まあ、最後まで動画には分かるんだけど、まあ、こいつがまあ実習生と最近仲いいもんで、実習生が本当にそんなに受けたと、あのちょっといろいろ聞かせて。最近応援が多いので、うん、あの実習生を一人拾って、うん、現場に行って実習生を家に送ってくるって、あ、そういうことな。流れで今回一人の実習生を送っていった時に、あの毎週飯食ってきやっつって、うん、もうそこまで普通の流れだなと思って、うん、僕運転あるんでお酒飲まなかったですけど、うん、実習生たちお酒入ってきて、うん、ちょっと不満じゃないけど愚痴が出てきて、うん、でどうしたのって聞いたら、一人の実習生が、うん、あの日本人とその実習生に壁を感じるって言ってるので、日本人だったら怒らないようなことを実習生が同じことをしたら怒ると、うん、実習生たちも我慢してるって聞いたんで、うんうん、で我慢してると仕事もやっぱり早くやろうとか頑張ろうっていう気もなくなってきちゃう、うん、まあそうだね、うん、で本当は自分で話したいけど、うん、日本語も上手じゃないし、うん、それを伝えたいもんで、うん、僕にこうなんとか社長に伝えてくれてた、はい、でその実習生と、うん、あのご飯食べる機会とか、うん、そういうのもあんまないんで、腹が割ってじゃないけど、そんな話す時間もないんで、仕事を運転しかせして、うん、今回その実習生が帰るっていうのもあるんで、うん、その帰る実習生が後の子たちにあと1年半あるから、うん、そこはやらないとかわいそうだ、自分らはいいけど、その実習生がめちゃくちゃ優しくて、うん、誰じゃん、9はちょっと月曜日ちょっと一緒に行こうか、実習生、ああ比較的うちももう実習生使って7年8年でだんだん良くなっていったのか、確かに私はやっぱお互いに同棲したらいいか分からんっていうのがあったけど、だんだんやっぱ歴史を積むことにいい風になってきてるけど、でまた別々でご飯食べるし、日本人は実習生あんまり言葉が分からない、あんまり喋らなくなっちゃうし、別に距離置いとるわけでもねえんだろうけど、そういう風に感じてしまうんだよな。これは問題だぞ、とんでもねえもんだぞ。これお前も偉いよな、社長耳に入れるのもおかしいですけどって、でも実習生から俺に伝えてくれって言ってきたもんね。そうか、これ大好きだぞ、これ。よし、ダブルしよう。はい、どうも、ゴルゴル。よし、ベトナム料ついた、行きましょう。はい、こちら仲良かったので、はい、ちょっと一応いろいろ話聞いたってくれってこと、はい、とりあえず行ってみよう。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。衣装どこ？ええ、ありがとうございます。お疲れ様です。ええ何もできない、仕事もできないけど、ちょっと犯罪とか、うん、けど怒られない。怒られない。ベトナム人あ、一緒に仕事入るとき、日本語わからないとか、ちょっと犯罪とか、めっちゃ怒られる。日本人とベトナム人が違うみたいな。はい、前だったら一緒やん。日本人でもできなかったら怒られる。ベトナム人でもできなかったら怒られる。おい、みたいな感じ食うの？あ、飲みに来るの？はい。もう上からなんだ。はい。あ、別に友達みたいな感じじゃなくて、はい。あ、上から来るみたいな感じなんだ。でも現場だと仲良く外にしようじゃん、動画撮りに行くと。そこにない？あ、うん、あ。あないっすね。ないよ。致命的。うん。ほんと？あ、未知が多いときと違う。違う。あ、未知が多いときは、そんなことはしてこなかったんだ。はい。そんなに深刻？だいぶやばい。ビールな、仲間って言えば。あ、お茶の感じですか？お茶買ってきてます。なんでも、なんでも発泡酒だな。いや、ベトナム人みんなこれ飲んでる。は？知恵飲まんちゃう。関係ねえから発泡酒飲んでるけど、社長のおごりだったらビール飲みたいよな。お前、ほんまお前。すごいな。怒り方だろ。はい。
それはもう明らかになんかバカにしたい言い方みたいにしてみたら、何でお前そんなにお前だなんだろうね。そこだよな、やっぱ人間関係って。なんで日本人同士は、おい、何やってんだこれ。長くやって。で、ベトナム人に、おい、何だこれって言うんだよ。お前、でも火曜日言えるか、うん、お前、今もあんまり言えてねえじゃん。家で話せる？いける？いける？大丈夫？もう。いや。これ これで一番悪いんじゃないか？死亡者かもしれない。死亡者だろ。よし。よし、ここからじゃ。はい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 。おやすみ。おやすみ。お疲れ様です。大変だけど。今、なんだ、その実習生の寮に、まあ何人か知ってるかもしれないけど、日曜日行ってきたんだわ。で、まあこいつらもいっぱい不満があって、たまたま、岡部にちらっとまあ社長と話がしたいみたいな。で、もうちょっと仲良くやった方がいいのかなってやっぱ思っとるし、まあいい機会で今日一回やって、一回ちょっと2週間に1回もう飛び一回集まろうと思う全員で、これまあちょっと良くなら1ヶ月1回にして、でまあその気持ちをこの場でちゃんと毎回言え、全部ちょっと一回翻訳しちゃってよ、はい、今言ったことね。いいよ、もう楽しみよ。いいですか、じゃあ、はい、じゃあ第1ラウンドのファイト。間違えた。誰かに行く、まあ、まずこいつらの言い分聞いたのか、いい、それで、はい、構わない、構わない、はい、出ないの打った意見今回で個人の意見じゃなくて、間違ったことがあるとか、まあ、仕事ミスがあるならちょっとなんか優しく教えてほしい、なんか怒るとか悪口出すのすごく嫌なもんで、前のなんかまあ逃げた実践もいて、時々なんか電話で話すもんで、なんで逃げるんですかと聞いても、あ、仕事大変なら頑張れるんですけど、悪口とか教えずに怒られるとそれ嫌から、まあ、逃げますとこがあるし、ちょっとそれはちょっと考えてほしいです。何ですか、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 私は名前あれだったので、もし飲む時はちゃんと名前止めほしい。なんか名前分かりすぎるのかな、なんか教える時はすごくなんか小さい声で教えて、でもなんか送るとすごく大きい声で、それはちょっとなんか感情というかちょっと心はちょっと痛いもんで、おいおいおい言うとあまり面白くない。やばい、現場は全部同じような、大体同じ意見で、現場行く時はこういうところはこの組み立て方はよろしいですかとか、このされ方はよろしいですか聞いても、こうやってせずになんか知らないの顔でロカに行って、また私たちの家庭に組み立てて間違ったらまた怒られる、まあ、聞いても教えてくれないでしょ、ほら深刻だぜ。どうかしてるぜ、どうかしてるぜ。終わりは全然もう愛にやるちこも意見な、刚刚上你的超级国都你的脑袋到了。哈哈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 
日本人だからベトナム人だからとかとは俺区別したこと一度もないし、おベトナムだからやってこいなんて俺一回も多分誰にも言ったことないし、遊ぶときはドバでも遊ぶし一緒にそういう風にしてるつもりなんだけどね俺は。でもお前らも言いたいことしか言わないじゃん。それはこういう風になる前にもっと喋った方が良かったかもしれんしって俺は思うな。すごい。他に何か聞きたいことがある？でとりあえずあの日本語わからないのはわからないで僕はいいって言ってるんですよ、うん、でわからないのはわからないって言ってくれないとそれすらわからないってこっちは、うん、伝えてああはいはいみたいな感じでやっちゃうんで、でよく間違ってることもあるんですよ、うん、でなんで間違うのって、まあ、分かったって言っただろうって、わからないならわからないで俺はいいのって、わからないって言ってくれたら教えるからそれ、こうやってやってよって、分かったって言ったら、ああはいはいって言ってやって全然違うことやるよ。俺ずっとそれ毎回みんなにずっと言ってきたらそれ。あれじゃないの、分かったっていうか、こうやって言っとるだろうなって思ってやるから、分かってると思ってんじゃないの俺さ。あとはもう一つ思ったのは、聞こえないって言うんだったら逆に聞こえないって、なんて言ったってもう一回聞いてくれないのって思う。逆にもう一回聞いてくれたら何何って言ってくれたらもう一回言うか言うかって言っちゃう。別に言葉って分かんないって、やっぱこれってどの会社もすごい問題が起きて、でこれを、まあ、ちょっとでも改善するためにやっぱ何々は何々はってがとかって止めてあげると聞き取りやすいんだって。でなんとかですとか敬語にしてあげると、これをやってくださいとか、これやれって言うと、こいつら勉強してるのなんとかですとかじゃん。本とかって。敬語で勉強してるから、だから敬語をくっつけてあげるのと、間を空けると聞き取りやすいんだよね。言葉の壁っていうのはね、あの、お互いに難しいと思うんだ。それはまあ、お互いさ、ちょっと歩み寄り合わんと難しいんじゃない。だからその、うん、まあ、これはどっちがいいとか悪いっていう問題じゃなくて、どっちも歩み寄って感じとかあるし。逆に、聞くから言ってよ。いや、これは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 、これやっぱ楽しくないと続かんじゃん。楽しいんだったらいいし、楽しくないんだったらもっと行った方がいいと思うし、すごい、うん、うん、じゃあ最後なんか言いたいこと。だってコミュニケーションかな。まあ俺もだって押しかけるやん、家にさ、飲もうぜ飲もうぜとか言ってで無理やり夜中まで飲ましたりするじゃん。だけどそれは嫌だよ。いや、それ嬉しいだろ。それ嬉しいだろ。それもあるから俺らが来てほしいのか俺らと一緒になんか毎週一回飲みに行くのか。いや、そうじゃないと思うんですよ、僕は。いや、別になんか、俺らも気使うつもりはないけど、なんか俺らは、その、なんかベトナム人に行って、みんながいきなり俺らが、うわーやったら、なんか俺らはなんか邪魔しとる気持ちもあるし、もちろんなんか。まあ行ったら俺らはだって酒飲むしかないじゃん。うん、酒飲んでパー食べるしかないから、うん、まあそれでもいいんだったら俺は行くし、やっぱ気、どっちも多分気使うところあるから、来てもいいっていうんだったら俺らは全然行くし、うん、まあ家には来てほしくないって思うんだったら、俺らもやっぱ行けないし。うん、そのどっかの境界線は俺らも違うよ、やっぱり。でも好きだったら行くんじゃろうと思う。でも一回さ、バーベキューやったんだね、ドバで。あの時にみんなベトナム人集合ねって言ったら、来たのゴックと、そうそうそう、誰だった？ゴックとトゥーだけだもんね。ゴック、トゥー、ドゥック。あ、ドゥックもおったな。だから嫌なんじゃない？俺今日もう来いよって言って、うん、終わって飯食うのって嫌だって言ったの、うん。で、俺はタオゲがっつって、うん、仲良くなれんぞって言ったの、うん、まあ。多分さ、ここの人間関係もそうじゃない。うん、でここに線引いてくれって言われたら困る。なかなかラインって決めないか。で、こうやって今、成長したなと思って質問に変わったじゃん。で、俺聞いててですよ。何を思ったら、やっぱお互いに言いたいこと言ってるのは、ケンちゃんも。こっちも。だけど、お互いになんか理解しようとしてねえなと思ったの。ここで横で聞いてて。だけど、だんだんこう質問に変わってきたら、いい傾向があると思う。こうしてほしい、してほしい、してほしいだけじゃん、やっぱ。うまくいかないじゃん。どちらもいいって話じゃないと思う。でも、このままじゃ絶対うまくいかないと思う。それは確かでしょ。でそれはお互いに。わかりましたか？いや。で、あの、今から飯はお前、ベトナム人だけど、サタナと。テーブルも日本人とベトナム人で。座るぞ。くじ引きしよっかじゃん。
いや、こう、交互に行くってこと？え？交互に。せーの、みんなで。まだ見てね。ここから10です。ああ。